ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、これから食欲の秋よね。早く美味しい秋を食べたいわ。そうだな、秋になると美味しい食材が収穫されるからな。はあはあ、今日はお魚が食べたいわ魔理沙。それじゃあ今回は10月が旬の魚介類を解説するぜ。はあはあ、全部食べ尽くすわよー魔理沙。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してほしいんだぜ。このチャンネルの内容をまとめたブログを解説しているので、動画概要欄から遊びに来てね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は10月が旬の魚介類について解説するぜ。海を丸ごと食べるわよ。まずは甘エビだぜ。甘エビってドロッとして美味しいわ。甘エビは年中漁獲されているんだが、晩秋から冬の水温が下がる時期、休漁明けの9月から10月が旬とされているんだ。じゃあ9月から冬の間が旬みたいね。甘エビは刺身にしたりお寿司もいいし、味噌汁、酒蒸しもいいんだぜ。お刺身しか食べてないから他の料理も食べてみたいわ。そんな甘エビ 100g あたりのカロリーは 87kcal で、タンパク質は 19.8g、脂質は 0.3g、炭水化物は 0.1g なんだぜ。甘エビってカロリーが低いのね、プリプリ。甘エビだけでなく、エビには体内でコラーゲンを作り出すのに必要なグリシンというアミノ酸が多く含まれているんだ。え、コラーゲンを作り出す。そうなんだ、コラーゲンには細胞同士を結びつける働きがあり、体内でコラーゲンを多く作るようになると、肌の弾力が増すんだぜ。さらには血管の弾力が増し、強い血圧になっても血管が破裂しにくくなるんだ。コラーゲンコラーゲン、ピチピチよピチピチ。でもビタミン C を摂取しないといけないんだぜ。ビタミン C は体内でコラーゲンを作り出すビタミンだからな。そうだわ、グリシンを摂取してもコラーゲンが作れないんだわ。ちなみに大航海時代でよく聞く解決病は、ビタミン C 不足で体内でコラーゲンを作り出すことができなくなり、毛細血管が脆くなり体中から内出血してしまう病気なんだ。甘エビに多いビタミンミネラルには、ビタミン E、B12、マグネシウム、リン、銅なんだ。甘エビってビタミン C がないのね。なのでビタミン C が多い食品と摂取してほしいな。じゃあ栗ご飯よ、あとはさつまいも、柿に柑橘類を絞ってエビにハーハー。そんな甘エビにはアスタキサンチンという赤い色素が含まれているんだ。アスタキサンチンには強力な抗酸化作用があり、血管、目、脳、肌などで働くんだ。脳で働くのね、ビタミン C も摂取して。実はビタミン C、ベータカロテンは脳の中で抗酸化作用が働くことができないんだ。その理由に、これらの成分は血液脳関門という、脳の中に変な物質が通らないようにするフィルターを通ることができないんだ。じゃあ脳が老化しちゃうわ。でもアスタキサンチンは血液脳関門を通過することができるので、脳の老化予防に甘エビを食べてほしいんだ。ちなみにアスタキサンチンは赤い水生動物に含まれていて、甘エビ以外に、他のエビやカニ、サケなどに含まれているんだ。次はニシンだぜ。ニシンは北海道沿岸で多く獲れる魚で、1から4月の間に石狩湾産が旬になり、10と11月には北海道の太平洋側産が旬になるんだぜ。そんな秋のニシンは産卵のため栄養を蓄えていて美味しくなるんだ。ニシンの卵ってあれよね、数の子。そうだな、ちょうどお正月が近づいていている季節だな。ニシンは新鮮なものだと美味しい刺身で食べることができて、産地の北海道なら刺身を提供しているお店があるんだ。でも寄生虫がいる可能性があるので、自分で作って食べるときは自己責任なんだぜ。そうなんだに、自己責任だに。やっぱり焼いて食べるわー。霊夢ちん兄を焼くなんてひどい兄。焼く以外には煮付けや揚げ物もいいと思うんだぜ霊夢。揚げ物、サクサクよサクサク。そんなニシン 100g あたりのカロリーは 216kcal で、タンパク質は 17.4g、脂質は 15.1g、炭水化物は 0.1g なんだぜ。ニシンってカロリーがあるわね。ニシンは青魚だから脂質が多いんだぜ。でも体にいい脂質である DHA と EPA が多く含まれているんだ。DHA は脳の神経細胞の材料になる脂質で、EPA は血管や赤血球の材料になる脂質なんだ。DHA を多く摂取すると脳の機能が向上したり、認知症予防になるんだ。アスタキサンチンと摂取すれば脳がピチピチよ。そして EPA を多く摂取すると、血管がしなやかになったり、血栓が生まれにくくなり、動脈硬化予防になるんだ。また赤血球が柔らかくなり、赤血球が形を変形させて狭い毛細血管をスムーズに通ることができるんだ。
体にいい脂質って聞いたことあるけど、体にいいのね。それでニシンに多いビタミンミネラルには、ビタミン D、E、B2、ナイアシン、B6、B12、パントテン酸、リンなんだぜ。ビタミンが多いわね。そうだな、ニシンは体にもいいしビタミン豊富だからぜひ食べてほしいんだぜ。次はマガレイだぜ。シーフードカレー大好きだわ。カレーじゃなくてカレーなんだぜ霊夢。マガレイは9から1月の間が身が引き締まり美味しくなるんだが、2から5月の子持ちだと身の締まりが弱くなるんだ。でも子持ちが好きな人だと、2から5月が旬だな。私の場合は9月から5月の間が旬よ。霊夢は食べられるものなら何でも食べるからな。そんなマガレイ 100g あたりのカロリーは 95kcal で、タンパク質は 19.6g、脂質は 1.3g、炭水化物は 0.1g なんだぜ。高タンパク低カロリーね。マガレイは白身魚だからな。マガレイに多いビタミンミネラルには、ビタミン D、E、B2、ナイアシン、ビオチン、リン、セレンが多いんだぜ。カレーは煮付けね、他には焼いたり、ムニエルとか。そうだな、たくさん栄養を摂取するなら唐揚げがおすすめだぜ。唐揚げにすると頭などの硬い部分以外まで食べることができ、カルシウムを多く摂取できるんだぜ。骨までパリパリ、でもカロリーが。カロリーは高くなるけど、カレー自体のカロリーが低いから気にすることないぜ霊夢。そうかもね、パリパリ。次はカンパチだぜ。天然のカンパチの旬は夏から秋だとされ、8から11月の間が旬になるんだ。養殖物は年中流通しているので、養殖物に関しては旬はないんだ。私はもちろん天然物よ、旬を味わってうふうふしちゃうわよ。天然のカンパチは身が引き締まって、養殖物は天然物よりも脂が乗っているんだぜ霊夢。じゃあ養殖よ、ピチピチ。全く脂が多いならそっちを選ぶんだから。それでカンパチはお刺身や煮付けよね。カンパチはブリに近い魚だから、ブリ大根のカンパチバージョンにしたり、照り焼きにするのもいいと思うんだぜ。ブリ料理のように調理するのもいいわね、ブリブリ。やっぱり言うと思ったんだぜ。そんなカンパチ 100g あたりのカロリーは 129kcal で、タンパク質は 21g、脂質は 4.2g、炭水化物は 0.1g なんだ。高タンパクね、少し脂質があるけどそれでも低カロリーね。カンパチに含まれている脂質の中には DHA と EPA が含まれているんだぜ。じゃあニシンと同じ効果があるのね。頭が良くなる。カンパチに多いビタミンミネラルには、ビタミン D、ナイアシン、B6、B12、カリウム、リン、セレンがあるんだ。ビタミンミネラルも結構あるのね、カンパチピチピチ。アニー、霊夢チンうるさいアニー。あ、アニーじゃないピチピチよ。今商談をしているんだアニー。ネバネバネッパネバ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 アニネバネバアニネバアニアニアニーって納豆語を話せるのね、私わかんないわ。ネッパネバアニー、納豆の神様から許可が出たんだアニー。何の許可が出たのよ。アニー寿司の新商品に必要な材料の購入許可なんだアニー。新商品、早く食べたいわ。霊夢チン寿司なんだアニー。うふうふ、みんな食べちゃいやん。ってなんで納豆の神様の許可で私がお寿司の材料になるのよ。